ナチスがヨーロッパで略奪した芸術品約60万点。戦後70年を経た現在も10万点が行方不明と言われている。ヒトラーは恐怖で世界を支配し、さらには人々の思想をも操ろうとしていた。Già all'arte ariana del sublime e del bello, veicolo del naturale e del sano。ピカソをはじめとする巨匠といわれる画家たちを堕落とみなし、強奪と破壊行為を行った。一方で純粋なアーリア人による古典主義的な作品を擁護した。Every area of art has to be controlled because they're all dangerous, and they are. 美術品に関わる人々の数奇な運命と今も続く奪還プロジェクト。1500 opere di cui si erano perse le tracce ricompaiono nell'appartamento di Monaco di un anziano signore。究極の美と権力に秘められた誰も知らないヒトラーによる闇の美術史が今明かされる。ヒトラー VS ピカソ、奪われた名画の行方。